銀座黒猫物語はソニーピクチャーズエンターテインメントと関西テレビが共同制作したオリジナルドラマ。実在する東京銀座の名店を舞台にした30分のオムニバスドラマで、毎回銀座を住処とする一匹の黒猫が人生にさまよえる人を銀座の店に導いていくヒューマンドラマ。黒猫の声を演じるのは山寺宏一。銀座を住処とする一匹の猫。とある人が困ったり悩んだりしていると目の前に猫は現れる。その人がニャーという鳴き声に誘われてついていくと、その人に合った趣ある銀座の名店にたどり着く。目の前に現れた黒猫に誘われて人々の人生が交差する銀座裏路地の名店へ。銀座を住処とする愛らしい黒猫が悩める人を様々な名店へと導き、人生を明るく変えていく心温まるヒューマンドラマ。